毎日 TV をご覧の皆様、新年明けましておめでとうございます。高橋ひかるです。そうですね、すごくメインが赤色なんですけど、その赤色がすごく綺麗で、でもその中に黒色とかもあって、とても素敵で、あとお花の絵がたくさんあって、とても素敵だなっていうふうに感じました。普段ってことはないと思うんですけど、他でこう着物を着る機会とかってありましたか？なかなかないですね。やっぱりお仕事で着ることが一番多いです。気持ちがなんか落ち着いて、背筋が本当にピンと伸びますね。2015年は本当に学ぶことがたくさんあって、例えば初めての映画の出演であったり、 CM の撮影であったり、それでバラエティ番組の出演だったりと、本当にたくさん初めてのことを経験させていただいて、自分のためになることもたくさんありましたし、なんか自分の弱点も見つかったので、これからどんどん成長していきたいなというふうに感じます。オーブキックは結局2つあるんですけど、よく監督から私すごくせっかちで、セリフも本当にただ言ってるだけで速くなってしまうんですけど、そこをいつも監督はせっかちって注意してくださって、いつもその言葉を聞くとなんか頑張るぞっていう気持ちになりますね。あと瀧之内豊さんのお話なんですけども、私が泣くシーンがあってなかなか涙を流せずにいたんですけども、その時瀧之内豊さんが泣こう泣こうという思いをしなくて、泣かないぞっていう方がいいということをおっしゃってて、他にもたくさんなんか言葉をかけてくださったんですけど、その中でもこの言葉がすごく印象に残っていて。そういえば瞳もそうやって泣こう泣こうと思うタイプじゃないし、泣かないぞって思ってるけどつい涙が出てしまうような子だなというふうに感じて、ああすごいなというふうに感じました。2015年50点ぐらいですかね。できたところももちろんちょっと成長したなという部分もあったんですけど、たくさんこれ自分の弱点も見つかりましたし、なんか失敗したこととかもいろいろあったので、これからもっともっと成長して自分を高めていって、そうですね、成長していきたいなと思います。やっぱりそれで監督に何度も注意されたせっかちであるところだとか、その一連の演技の動きとかもすごく本当に動いてしゃがんで立ってみたいな、そういう感じに段取りになってしまうところもあるので、もっと自然に動きをできるようになれたらいいなと思ってます。結構せっかちですし、自分でバーって話して自分でオチを作っちゃうような人なんで、もっともっとゆとりを持たないといけないなと思いましたね。さあ、そうですね、なんか好きなアーティストさんの動画を見たりとか、いろんな作品を見たりすることがすごくハマってますね。K-POP アーティストの方なんですけど、防弾少年団さんっていうグループなんですけど、ダンスとかもできて歌もできて、本当にもう歌を聴くと本当に落ち着くような感じで、最近の歌も感動して新幹線の中でもいつも聴いてますね。2016年はもっともっと2015年よりいろんなことに挑戦していきたいなっていうふうに思っています。そうですね、あといろんな役にも挑戦していきたいなというふうに思ってますし、これからもっともっとたくさん努力してくださる方に高橋ひかるを知っていただけるように頑張りたいと思っています。プライベートでやりたいことは、来年受験生になるので、もっともっと勉強を頑張ろうというふうに思います。これからたくさんもっともっと努力して、たくさんの方に高橋ひかるをしていただけるように、そしてファンの方には私の新たな一面も知っていただけるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。